翡翠小太郎の名言ラジオセラピー。はい、翡翠小太郎です。アシスタントの千恵です。先週に引き続き素敵なゲストにお越しいただいています。在日宇宙人&スピリチュアル系元国連職員の萩原浩一先生です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先週はね、人生は第4コーナーから、素晴らしいお話でしたよね、うん、定年後ヒーローをねたくさん生み出していこうということで、はい、先生自身も70歳ながらね、全く見えないんですけどね、人生とは第4コーナーからで、はい、今時代も地球自身も第4コーナーで、はい、これからどうなるかって一番大事なところに来てるっていうことで、著書のね、人類史上初宇宙平和への野望という本が高サイト出版から出てますし、今次の本もあと1ヶ月半ぐらい、あと1ヶ月半、はい、その本の名前がまさにまさに定年後ヒーローサブタイトルある、ぜひお願いします。在日宇宙人のつぶやき、もともとは在日宇宙人各語りきみたいなのだったんですけど、これは変わるかもしれないし、先生はその魂は宇宙人由来だっていうのはどっかで気づかれたんですか。この在日宇宙人っていう言葉自体はどっかで聞いたんです、はい、あの残念ながらこれ私のオリジナルではないんですけど、はいはい、宇宙人というよりは、うん、むしろ在日の方にすごく響いたんですね、はい、この、まあ、戦後ね、その在日っていう言葉がいつから使われたかよくわからないけども、この、まあ、戦後日本はこの言葉に翻弄され続けてきたような気がするんですよ、うん、あのご案内のように在日というと、まあ、お隣2カ国の枕言葉みたいに使われて、使った瞬間決していい感じはしないわけですよ、うんうんうん、単純な言葉なのに言葉にイメージがついちゃってるところありますよね。言葉にイメージが、うん、でこのイメージをそのままそのずっと持ちながらね、例えば日韓関係、日中関係をその語っている時に多分障害になっているんだと思うんですよ、うんうん、あのおそらくはマイナスイメージの方がものすごく強いと思う、うん、ヘイトスピーチなんかで、ね、うん、であればやめた方がいいとずっと思ってたんですよ、はい、ちょっと話飛ぶんですけど、私ある時あのアフリカとの関わり合い強くて、はい、アフリカ協会っていうところの特別研究員、アフリカ協会、まあ、言うなよ下働きをしてるんですけど、うんうんうん、そのアフリカ協会が毎年春秋あの世界一楽しいアフリカ講座っていうのをやってて、楽しそうですね、それだけで楽しそう、来てください、はい、毎回 MC やっててね、はい、で2年前の夏にそれを秋にやった時に、日本にいるバリバリのアフリカ人の実業家4人をゲストスピーカーに招いて、それぞれの経験を語ってもらって最後パネルトークをするっていうあの仕組みだったんですけど、で私一番 MC として開会の言葉を言う時に、なぜか知らないけどこの4人を紹介する時に在日っていう言葉が出ちゃったんですよ。まあ彼らは日本にいるという意味で、うん、で、あ、ちょっと想定外の言葉使っちゃったなと思って、うん、何泊か置いちゃったんですね、間が置いて、その後にアフリカ人の方です、在日アフリカ人の方ですって言った時に、うん、在日っていう言葉を発した時にシーンとなったんですよ。その後アフリカ人がついた時に安堵の感じが出てくる、うん、一番 最前列の人がつぶやいたんですよ、在日アフリカ人ありかって言って、時々に、そうだよね、うん、日本列島にいる生きとし生きるものは全て在日っていうことでいいっていう思いがずっとあったんですよ、はい、でその思いの中で在日宇宙人っていう言葉が出てきた時にこれだって思ったんですよ、うん、なるほどね。そうするとみんな在日宇宙人っていう表現なんですか、全ての人が、全てです。であの本当はね、はい、その宇宙平安とかって言うんであれば在アースあるいは在地球宇宙人であるべきなんだ、在アースですね。今ちょっと混沌としてる中でね、はい、この混沌としてる状況、世界状況を
こう正せるのは日本だろうという思いがあって、まず日本を整理整頓しようということで、あえて在日宇宙人っていうことで、地球上に77億人人がいると、この惑星にね。でこの、まあ、我々がねずっとこのまま、私は中国人だ、韓国人だ、イギリス人だ、アフリカ人だ、アメリカ人だ、ブラジル人だ、オーストラリア人だ、日本人だと言ってる間は、77億人レベルの恒久平和ってやってこないような気がするんです。国境っていうのは分離ってそのものですもんね。おっしゃる通り。でこの瞬間77億人いると、でこの77億人のルーツを正確に追跡できたとしたら、まず間違いなく全員どっかの星から来たに違いないと思うわけですよ。これはいろいろ意見があっていいと思う、どこかの星に、その前提が正しいとすれば、この小さな小さな島国、日本列島にね、肩寄せ合いながら、ひしめき合いながら生きている1億2500万人の人間は、その肌の色に関わりなく、たまたま属している国に関わりなく、ましてや信じる神様に関わりなく、在日宇宙人でいいじゃないかと。なるほど。みんなね、いうことで同じ前提で話をして、在日宇宙人何かできるでしょっていう、もうその、あの人種っていうあのボーダーを飛び越そうという思いがこの在日宇宙人に入ってたんですね。コロナはチャンスです。はじめウーハンから出たでしょ、でなんとなくこの病気は、黄色人種アジア系出発みたいな、で日本人がいろんな国でバッシング受けたわけですよ、女の人がね、あの襲われるとかね、でこのことってすごく重要でね、今の若い人たちが日本人である我々は黄色人種だって初めて知ったと思うんですよ、確かに普段意識しないですよね。つまり、まあ世界は白人中心とは言わないけども、向こう側からすれば差別の対象になりうるっていうことを知ってっていうことはとても大きなことだと思ってるんだよ、であれば全く同じような顔色をしている中国と韓国が、と日本が仲良くできるきっかけってあるんじゃないかと思うんですよ。今いろいろね、生めかしい、難しい歴史認識 だとかたくさんありますよね、はい、竹島の問題ある、尖閣諸島の問題ある、そういった温州の彼方っていうか、いきさつを飛び越えて、かつてあったであろうその友人関係っていうのをね、構築できるきっかけになってるんじゃないかと思うわけ。今逆にね、逆に分断の分裂っていうか、ね、いがみ合いがますます加速する方向に行っちゃってるのはとても、あの悲しいんだけど、私は77億人レベルの恒久平和のためには、日中韓がワンチームになることは必要条件だと思ってる。それは今世界をもしかすると支配しているように見える白人社会との対立関係を生むということではないんですよ。対立軸を作るために 3カ国が一致協力、ワンチームになるってことじゃない、77億人の平安な社会を作るために、まずこの黄色い顔した我々がね、ワンチームになることはもう必要条件だと私は思うんですよ。このコロナがきっかけでね、なんとかね、知恵を働かして、今そういう分断の歴史じゃない。なるほど。そのコロナを使ってその一つになっていくっていうのは どういう具体的にはどういうことがあれなんでしょうかね。僕らは最終的に私の中の、シナリオがあるんですね。大いなるシナリオはね、アフリカなんですよ。でアフリカはこの瞬間、統計的にうまくやってるように見えるんだけど、各国レベルでじっくりと見てみると、例えば
エボラが出てるとことか、うん、コレラが出てるとか、うん、はしかが出てるところがあって、それ の, あの下にエイズっていう問題があって、うん、その真下にマラリアという大問題があって、うん、この複合汚染っていうか、アフリカがこれからどうなるか、コレラで、あのコロナで分からないっていう不気味さがあるんですよ、うん、で残念ながらアフリカでのパンデミックスがあのうまくこう収まるっていうふうになかなか考えられないんですよ、うん、してみれば私はまあ願くば近々先進工業国がこの問題をうまく解決して、さあその我々の仲間であるアフリカをみんなの英知で、つまり日本的なラグビーチームのようなワンチームになって、あのアフリカを支援に行こうじゃないか、支えようじゃないかっていう姿を想像したいんですよ。でその時に国際協力のあり方っていうのは根本から変わってくるような気がするんですよ。でそれが互助精神だとか利他の精神だとかというようなものが、そのこちら側のね大多数の国々に発生してくれば、うん、いろんな意味で共通項、つまり統合のチャンスはあるんではないかと思うんですよね。だからその統合にこう向かわすための、まあ、いろんな人がそういうふうに言ってます、はいはい、にそのために宇宙の使者としてコロナが来たっていうのを私はバカみたいに信じてるんですよ。だからポストコロナウィズコロナは、はい、あの多分今よりは前よりはいい、人類にとってねいい時代になっているはずなんですよね、うん、この宇宙からの使者なんですね。うん、まあ神様の贈り物といったり、まあいろいろ表現は合うと思うんですけど、私はなんかこう宇宙的なものを感じます。さすが在日宇宙人の先生のお話ですよね。うん、でそういうふうに考えるとやっぱりほら今この瞬間あの日本人としてとても安全と思われる国に生かされてあのいただくことはありがたいことでね。うん、そうですね。このありがたいことって77億人目線で見るとそんなにこの状況を享受できている国ってないんですよね、うん、明日を語れる国なんてめったにないしね、うん、明日を語れる余裕があるわけですね。余裕があるし、うん、来年の東京オリンピックどうなるかみたいなことも語れるわけじゃないですか、うん、未来志向を持てるってとても素敵なことだと思うんですよね。はい、先生普段は在日宇宙人の会ってやられてるんですよね、はいはい、それはどういう人が集まる、とても不思議な人が不思議な人が集まるんですかこれはあの そういう会をせよと、うん、はい、2年ちょうど2年前です。あ、それもその内側からメッセージが来たんですね。犬からのメッセージ。犬から、先生犬 あの飼い犬の声が聞こえるんですね。ワンちゃんが、うん、死んでしまったんですけどね、うん、フレンチブルドッグがとても可愛がってたんですけど、うん、で私の中で、うん、あのこの犬が生きてる時に、うん、まあ、10年以上生きてくれたんだけど、うん、私の最大最高のメンターはこの犬であると。あ、そうだったんですか。思ってたのが、うん、いなくなっちゃったんですね、うん、だけど不思議なものでなんかそれから更新が始まった。あ、ワンちゃんの、うん、こういう話をするとね、うん、お前は統合失調症だと言われるんだけど、うん、確かに病的ではあると思う、うん、でも、あ、うん、そのワンちゃんと交信が始まって、うん、あの生前はそういうふうにことはなかったわけですよね。自己啓発的な、うん、あの師匠だった。師匠だったんですね、うん、こういうふうに生きろと、なるほど、いうふうなことを身をもって教えてくれてありがたいです。例えばどういうところをメンターだったんですか。例えば毎日目黒川をね、はい、あの犬と散歩するわけですよ、うん、でその毎日ウキウキワクワク楽しいことばかりあるわけじゃないですね、うんうんうん、今日はちょっとダウンだなと思いながらやってる時に、うんうん、散歩してると、うん、その犬を見てると、うん、もう昨日のことも明日の話もないで、うん、まあ、つまりね今に生きる、うん、でなるほどね、しかもたったね何十分かの散歩が、うん、もう
嬉しくて嬉しくてしょうがない。そうだ、なるほどね。もう体からね、可愛いですね。体から、うん、確かに。もうその喜びがこう発散してると、もうつまらないこと考えるんじゃないと、うん、なつまらない金人間関係、うん、今日はちょっと胃がしくしく痛む程度でね、うん、思い悩むなと、うん、楽しく生きるっていうのはこういうことだっていうのを目の当たりにするんですよ。いや勉強になるなと、まあ、僕が息子から教わったこととすごい近いですね。うちの息子もね、僕小学校3年以降の前の記憶ってほぼないんですよ。で息子はちょうど小学校3年の時に、父ちゃんね今頃の記憶ってね大人になるとほぼないから、いろいろ覚えといてねって言ったら、父ちゃん俺はもう昨日のことも覚えてないよって言われて、素敵な今ここですね、うん、そう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 、うん、そうね、共通する部分がありますね。まあ、そうやって犬から犬から学んで、で今度亡くなったら、うん、今度は繋がっちゃったんですね。メッセージ来るんですね。そうなんです、うん、でね、うん、この犬は本来今年まで生きる予定だったんです、うん、東京オリンピックパラリンピックまで、うん、で2年前の1月からね、うん、一緒にいるとねすごくイライラしてるのが分かったんですよ、犬が。第4コーナーなのに何をしてるか的な、うん、そういうことだと思う、うん、でそれはどういうことかっていうと、うん、宇宙的なメッセージがこう降り注いでてるらしい、うん、ありがたくも私に向かって、ね、うん、降り注いでるけどもっとキャッチしろって言ってたんですね。で犬はね、それを正確にキャッチして、うん、分かってたんですね。飼い主はね全部スルーしてると、うんうん、やってられないなっていうことで、それで慌ててワンちゃんがあの世に帰ったんですね。そう、普通ワンちゃんがね、うん、死ぬと、うん、飼い主を虹のたもとで待ってるっていう話があるでしょ、うん、待ってない、うん、忙しくしてるんですよ、うん、とにかく私の受信能力があまりに低い、うん、狭いんで、うん、私がキャッチできる波長にチューナーとして合わせて、それで馴染みのあるワンちゃん波動にしてくれたんですね。そうそうそう、それで送るからうまくキャッチせよっていうことで、死んでから怒涛のように、まあ、どうでもいいことも来るんですよね、うん、でそれでちょうど1ヶ月ぐらいですよ、うん、犬が死んでから、うん、この本の冒頭に、うん、在日宇宙人っていう言葉使ってるんですよ、うん、こんなキャッチーなセクシーな言葉を自ら使っているのになぜ動かない、あ、ワンちゃんがこんなセクシーなって言ったんですねそういうメッセージでなぜ動かない、今日のメッセージは動けるっていうことを言われて、お蕎麦屋でそば食ってたんですよ、うん、もうスマホをパッと持ち出して、うん、もういつもスロースターターでね、うん、フットワーク悪いんだけど、瞬時に在日宇宙人の絆っていうフェイスブックページを立てた、いきなり立てたんですよ、ね、すごいですね。すごいな、俺こんなメッセージでここまでやっちゃったよと思ったら、うん、いきなりね、うん、いいねいいねいいね、あ、来てすっごい数つくわけ、登録がね、うん、ほんで待ってたんですね。そのエツに行ってたら、うん、やり方がね、うん、手ぬるいと手ぬるい版、そう、うん、手ぬるい版それでじゃあどうしようかなと思って、せっかくこれだけ賛同のようなものを得てるのか、うん、一回みんなで集まろうって言って、うん、表参道の東京ウェメンズプラザにバーって出まして、空いてますかと、金曜日に表参道の、はい、そこでいきなり在日宇宙人の会を開いちゃったんですね、はいはい、7月4日2年前の2年前、うん、こういうおバカな会やりますって言ったら、うん、もうこれだけ集客の難しい時代にね、うん、集まっちゃったね、ぐっと集まって集まっちゃった、翌朝に70超えたんですよ、でしかも予約していた部屋が30名、はい、うん、はい、先生ワンちゃんからのメッセージ随分小さい規模で、そう、いや、そこなんですよ、私はね人が集まらないだろうと、うん、でもそういうことを考えてるので、ま、企画会議のようなものをやりたかったの、うん、こういう名前で何をするか、うん、ちょっと知恵貸してくれっていうような、うん、その座談会みたいなイメージだったんですけど、うん、で慌てて、うん、パーティション外せますかって、うん、そしたら60名入るってことなんだって言ったら、うん、外れるって言った、うん、隣奇跡的に空いてるって言うの、うん、
60名の部屋を確保したんだけど、無理にいれば70名入るってんで、それで1日半で満員お、満席御礼来てますね。来てね。で結局当日60名ぴったり来たんですよ。来た連中を見たらね、規定列基礎変人奇人怪人がまさに揃ってるんですよ、見るからに。でこれ主催者として危ないと思ったの。これ下手をすると宇宙語が飛び交ってしまう。宇宙語が飛び交う。本間もんの宇宙人が、だからそう、在日宇宙人の私の思いね、中国人だって、アメリカ人だって言ってる場合じゃない、俺はみんな在日宇宙人だっていう前提を超えちゃって、私はプレアデスから来ましたね、どこから来ましたって挨拶してるんだけど、はいはい、ちょっと、すごい、ちょっと、このままでは危ないと思ったのね。それで予定の7時になった。で開会のご挨拶をしようと思って、皆さんようこそお越しいただきましたって行ったら前の扉が開いたんですよ、一人ご婦人が、妙齢なご婦人が遅れてきたんですね、全員の目が点になった、なぜかというとね、この方はねこんな大きなねたわし、しかもこのたわしがね亀の形をしたたわしなんですよ、この亀のね、首にワンちゃんのリードをつけて、あたかもワンちゃんと来るがごとく、そよそよと会場入ってきたんですよ。ワンちゃんの霊が来たんですね。おそらく、亀ですよ、たわし、それで亀の子たわしだ、亀の子たわし、それで私の約 1.8 メートル先でピタリと止まってね、今日の宇宙人さんたちの会はこちらでよろしかったでしょうか。最前列のど真ん中にお座りになった、その時に私は、あ、今日の会は終わったかもしれない、本当思いました。たかだか2時間のプログラム全員語らっていただくことはできない、で今日もぜひ語りたい人、どうぞったら19本手が、すごい積極的、19人が喋り始めたんです、前に来て、一番初めの人は、若者でした、男です、ヘッドギアしてるんですよ、ヘッドギアで来たんですよ、怪しいなって思って、個性的ですね、でいわくね、はい、私はね日本語が分かりません、日本語喋ってんでしょ、でこのヘッドギアは、日本語を宇宙語に変換して、私が理解して、であなた方に語りかけてますって、もう会は終わってますよねすごい この瞬間、すごい出来事が起きてたんですね。話の発端はね、本当に奇妙きたりすな、この人は間違いなく変人だっていう話っぷりから始まったんだけど、着地がね、今日は とにかく宇宙平安に関するあなた方の知恵だとか経験だとか、アイデアをお聞かせくださいっていうのは、メインシートの人のフィールド、最後にね、19人が全員、まあ異口同音に、宇宙の平安も個人の平安も家庭の平安も、アジアの平安ももちろん日本の平安も、世界の平安も、宇宙の平安も、愛と感謝と調和、この積み重ねでしか成り立ちませんって全員が言ったの。素晴らしい。逆の意味で私は背筋がずっとしてる。素晴らしいです、そんな個性的なメンバーが全員言ったんですよ。素晴らしい。これ続けられるかと思う、感動です、ね、感動しました。でそれがきっかけで2ヶ月に一遍東京で、はい、やってるんですよ。もうそれが大阪で3回、金沢で1回、群馬で2回。それはフェイスブックのグループページがあります。参加できるんですね。できます。なんてもう一度教えていただいていいですか。在日宇宙人の絆っていう。在日宇宙人の絆。フェイスブックグループが。グループ、ね。あえてページにしないグループにしてです。でもこれ一般で第1回もそうだった。ずっとその現象が続いてるのは、そんな不気味なタイトルだから
来る人はよっぽど心配だったと思うんですよ、うん、どんなところかなって、うん、とても先生が一番心配でしたねだってどう考えたって気持ち悪いじゃないですか、うん、実際来てくれた人たちの60人のうち確か37人がフェイスブックでつながってないんですよ、うん、その人すごいお知り合いじゃない方が、うん、どこから初めて会った人がどっからともなく聞きつけてやってきてくれたんですよ、うん、で大体毎回半分ぐらいが初めて、うん、実は私が今度 の本の中でサブタイトルにぜひ在日宇宙人という言葉を使ってほしいって出版社に言ってるのはそういう意味合いなんですよ、うん、あの在日宇宙人の集いで何をやろうとして何を目指しているのかっていうことを、まあ、本をお読みいただければ、まあ、はっきりする。3冊目の本よくほらあの本ってその後エンドプロダクト何ですかみたいなことを、例えばそれは商品であったり、はい、その講師として、はい、名前を売るとかっていう、うん、私はあくまでも在日宇宙人の集いをやりやすくする一つのツールっていうふうには先生の元にはいろんな人が集まってきそうですね。楽しい人が来てくれます。進化の話もねまた伺っていきたいところなんですけれども、うん、ちょうど僕ですね、はい、あのマイワイの健康術っていう、まあ、これサブタイトルなんですけど、病気が治る人の予祝思考っていう本がですね、はい、あの牧野出版さんから出させてもらって、まあ難病治療をですね毎月ね150人ぐらい訪れる三浦クリニックっていうクリニックがあってね、この三浦クリニックの三浦直樹先生と一緒に病気が治る人の予祝思考ということでまとめてですね、予祝ですね、その病気が治りやすい人の考え方を、まあ三浦先生はその現場でねたくさん知ってらっしゃってご指導もされてらっしゃるの で僕はどうしたら人がその可能性を広げて幸せに生きれるかっていう考え方を研究してるのでね、二人の研究を一冊にまとめたですね本なんですね。この本はですね、まあ、病気が治る人の考え方っていう一言で言うとですね、はい、病気にフォーカスするんじゃなくて幸せにフォーカスするっていうところがね肝で、まあ、詳しくはね、ぜひ、読んでほしいんですが、まあ、今日の名言はね、この本の冒頭は、アメリカの作家のビビアン・グリーンさんの言葉で始まるんですね。この本を象徴している名言なんですが、人生とは、嵐が去るのを待つ場所ではなく、雨の中でもダンスを楽しむことを学ぶ場所であるっていうね、ちょうどね、萩原先生がね、前回の放送で教えてくださった今、地球がね、第4コーナーに差し掛かっている。まさに地球の環境がどうなっていくのかっていう一番重要な局面で、最終局面とも言えるような第4コーナーに差し掛かってる、まさに嵐の中とも言えるわけなんですけど、この第4コーナーのね、嵐の中をいかに楽しむかっていう思いで、まあ、この名言を紹介させてもらいました。素晴らしい、ありがとうございます。翡翠小太郎の名言ラジオセラピーでは皆様からのメッセージをお待ちしております。来週もお楽しみに。ありがとうございました。バイバイ。このコーナーの提供は、喜びの種まきプレシード、愛の折箱や八坂がお送りしました。言葉って魔法だね、夕日が切ない気持ちを包んでゆくような、優しい魔法だね。素直に言えなかった、ありがとう、や愛してるを、今日は大切な人に伝えたい、言葉に変えて。
残した言葉が時を越え今も僕を励ます。